最近久しぶりに靴を下ろしました。で、これだからおはようハイキングで入って足慣らしをしてるんですけど、ちょっと気になったことがあるのでそこをちょっと説明しようかなと思います。で、紐の色これ変わってるっていうか紐を変えてしまったんです。で、ここのねフックがロックフックって言ってかけたらカチンと止まるフックなんです。で、それがついてるので便利な靴なんですが、もともとついてる、紐っていうのは平紐って言ってペタンとした紐で、これでねロックがしにくい、止まらないので、で、この紐に丸紐の、に変えました。で、これでだいぶ改善されたので、それは一つ、まずされていいことかなと思います。で、履き方もやっておきますね。必ず靴、紐をほどいた状態で、で入れていただいて、していただきたいのは必ずかかとに寄せた状態で、前から紐を締めていってほしいんです。で、だから脱ぐときは必ず全部前緩めた状態でしてくださいね。で、この缶が入って、これ4つ入ってて、この5つ目がさっき言ったロックフックになります。で、ロックフックって便利なのはこうやって締めて、この状態でこう締めてあげるとすごく締まりがいいので紐は長い方がいいと思います、はい、で、この状態にしてもらってロックフックなので下からで構わないでキュッとかけてもらうと、ほらフリーにしてもほどけないです。はい、はい、ここはもともと通してやるとどうしてもしにくいので、ここはこれ外してもっぺん入れ直しをしてます。で、よいしょ、キュッと締めてもらって、またここでしめる。で、あとはもう上から下、上から下で七分目蝶々結びしてもらったら、でこれちょっとねこうしてもらうと意外とちゃんと足首締まります。で、輪っか末端をこうやってくくっといてもらうと、この輪っかが大きく取れるので、長い紐を蝶々結びをダブルでしてもらうと短くなって、なおかつ、ほどけにくい状態になるので、こうしていただけるといいと思います。で、まだこれからちょっと履きながら、また気になったところとかいいとこ悪いとこっていうのは説明しようと思います。ヌバクっていう革を使って、価格の方が、消費税込み3万ぐらいなので、比較的シャンクーも硬いので、まあそうですね、テントを持って10キロ15キロ来ると少し頼んない靴かもしれへんけど、まあ使える靴ではないかな。だから逆に言うと日帰りの、5キロぐらいではちょっとオーバーではあります。でもまあ、こういう靴ってできたら、上を目指すんであれば、ちょっと硬めの靴を履いて荷物を入れて防火して練習をしてもらった方が上ステップアップのためにはすごくいいことなので、はい、また報告します。以上です。これフラットからフラット置いて、これ足の角度がきつなっとるでしょ。だからこれが、これがこうなれば、この角度こうなれば、ほらこの角度ってそんなになったら取らないでしょ。で、ここへ優しくフラットを置いて突っ込んでいけば、ほらここから、ほらこれがこうしてしまったら滑ってこける。だからこの状態がちょっと状態突っ込んでもって、こう降りていけば下ろした足はフラットでフラットでフラットでこける。